金沢は中国をはじめ中華圏芸能界で活動する女性歌手、女優である。上海人であり、所属レコード会社は海町音楽。2002年に初めて出演したドラマ、18歳的天空で演じたアイヒリンの役で有名になる。2003年にはアブム所属のシンガポール人歌手アトが歌う、走行前のメガボルトに参加し、それが 北京アブムの総裁であった、室明よの評価を受けたことにより、歌手としても活動を開始。金佐は、北京アブムが契約した最初の歌手となり、芸名を本名の金佐とする。同社の音楽プロデューサーは、金佐の声の心地よさと性格の清純さを感じ取り、すぐさまシンガポールの同社レッスンスクールに送り、特訓を受けさせた。2005年3月、 兄貴分の後が2005年のシンガポール観光大使に任命されると、金佐もこれに加わり、CM にも出演して、シンガポール観光の広告等を務める。広告モデルとして、金佐はかつて、ケンタッキーフライドチキンキャンディーフィルムビスケット、緑茶、サンサニュー、ウォールズのアイス、カワイトなどに出演している。また、最初にレコーディングが終わった、刹那館と、 第三的目涙のメガボルトは、レコード会社の総裁、室明よの手で、広告の脚本が書かれ、広告会社に渡った。刹那館のメガボルトには、ノキアの携帯電話が、第三的目涙のメガボルトには、ジュエリー店、集大福の商品が見られる。空規定、来的高節な層、ザオン長い文字火。 武器的なツアマネ郊外コアオールアバウという第三的目涙平行、深思え質眠りいくつ森、浮き草少々分手、深い、本端ウエルエールエイ雪花深思え日、武器的なツテウルラ空気本端帝、刹那分手、深い平行オールアバウという森、浮き草第三的目涙いくつ雪花大シャオジェ、気が的超人最高一か夏ツアマネ女第十八話が、回一回吹き一回、 上的事務所を妹と、ありがとうございます。